真実は闇にこそ存在する。ウチハ一族としてこの葉隠れの忍びとして、偽りを重ね、過去すらも欺き、それが未来につながると信じ、ただ一人俺は許せ、サスケ。これで最後だ。闇を歩いた。そして何者も知らぬまま、見えぬまま、俺の存在とともに真実も消えるものだと。そう願っていた。だが、いたし！思うようにはいかないものだ。まったく。なぜだ？なぜあんたがここにいる？あんたは俺が。今の俺は江戸天聖だ。江戸天聖？一体どういうことだ？僕の術だよ、サスケ君。僕の力で彼は現世に戻ってきたんだ。もっとも、この術が跳ねのけられるとは思ってなかったけどね。お前は、兜なのか？前に会った時より見た目が変わったからね。驚くのも無理はない。今の僕はあの時の僕とは違う。今は戦争を牛耳っている存在。江戸天聖を操り、あの五影すらも翻弄する。わかるかい？何もかも手のひらで踊ってるんだよ、この僕のね。イタチ、君は江戸天聖を解くためここまでやってきたのだろうけど、残念ながら君の思い通りにことは運ばないよ。なぜなら、生も死も操り、神にでもなった気でいるのなら、それは大きな誤りだ。完璧だと思っているこの術にも弱点がある。へえ、それは実に興味あるね。高額のためにぜひとも教えてくれないかい？江戸天聖の弱点っての。この術の弱点とリスクは、この俺の存在だ。お前の言いたいことは分かっている。だがそれに応えるのはこの戦いが終わり、江戸天聖を解いた後だ。あんたはいつも俺に今度だ後でだと嘘をつき、挙句死んだ。だから今度こそ約束は守ってもらう。かつて憎み合っていた兄弟が仲良くこの僕に挑むわけですか。面白い。これは、後悔してももう遅い。君たちは初めから僕の手の内にいるんだよ。
ののくがいい。千人に達したこの僕の力に。戦闘開始。まさか千人モードの力を手に入れているとはな。完璧な力を得たこの僕にどこまで成功できるか見せてもらうよ。これはいかん。目的は奴に江戸転生を解除させることだ。やりすぎるなよ。オロチマルの力を手に入れてるようだった。そうそうくたばりはしねえよ。奴程度ならばそう時間はかからない。さすがに君、僕のこと舐めてるよね。サスケ君、君と僕の目的は同じ。一緒にこの白星を回そうじゃ。一緒にするな。俺のこの白星は俺だけに。あの時は相当腕を上げたようだな、サスケ。ここまで戦えるとか、さすが内配置だ。すごく素晴らしい。ぜひとも手に入れないとね。この程度か。この程度で、やつはまだやるね。けどもはや完璧な僕にはこの程度の傷。効きはしないんだよ。大した回復力だな。どうする。俺に任せておけ。奴を道術にはめる。道術に？一体何を。悠長に話している暇などないよ。先方無期転生。これは感知能力が今までの比じゃなくてね。ない。いいね、この状況。さて、先方、迫撃の術。あの状態でよくも。お前の行動パターンは分かった。これからは俺が操る。操る？さっき言ってた道術か。一体何をしようってんだ。奴の運命を握る究極の道術。誰ごと。何か策を講じているようだけど、今の僕には何をやっても無駄だよ。
どんな能力も合わせると誰も届きはしないのさ。サスケ、俺から離れるな。戦闘開始。見せてやろう。君たちはいくら張り切れ、完璧な僕には通用しないんだよ。ルチャの本当の力を知らないお前が今何を語っても無意味だ。ドカン、ドトン、ドロクライ。俺のやつ、我らが力を見せてやる。豪華級の術。あとはやれん、あとはできるのだ。我らが力を見せてやる。我らが力を豪華級の術。思い知れ。おっ、思い知れ。俺がやる。思い知れ。こちらも仕掛けている。やさらのまなたま、時間がかかる。これが力の差だ。あとは好きにしろ。気になる。豪華級の術。豪華級の術。ジローボン。豪華級の術。豪華級の術。さあ、どこを見て我らの力を見せてやる。何を、サスケ君、兄を追い込んだ木の葉の闇を君は許せない。君の気持ちはよくわかる。僕も同じだ。僕は君の理解者。サスケ、耳を貸すな。奴は俺以上に嘘がいる。それにな、サクがどんな闇や矛盾を抱えていようと、俺は木の葉の打ち配達だ。俺がやる。あなた、あの、キドマル、豪華球の術。我らの力を見せてやる。我らの力、豪華級の術。けどもはや完璧な僕にはこの程度の傷引きはしないんだよ。我らが力を見せてやる。豪華球の術。やあとは好きにしろ。豪華球の術。俺どうして豪華球の術。すごい強い。やはり君は僕の駒として働いてもらわないと。我らが力を見せてやる。どうする。我らが、我らが、俺がやる。やった。ドトン。
をする。僕返し。我らどこか我らが力を見せてやる。豪華球の術。大丈夫なのか。焦ることはない。ここから巻き返す。豪華球の術。さあどこに我らの力どうする。我らの力豪華球の術。我らが力を見せてやる。ドトン、ボルクライシ。豪華球の術。我らが力を見せてやる。我らが力を見せてやる。我らが力。豪華球の術。思い知れ。俺がやる。思い知れ。やる。さあ、どこを見せてやる。行こうか。やさかのまなたま。本当にしつこいね。いい加減イライラして。お前の負けだ、カブト。まただ。僕にはオロチマル様の力がある。言ったはずだ。お前の行動パターンは分かったと。これよりイザナミに入る。こちらも言ったはずだ。何もかも手のひらで踊ってると。君も例外ではないんだよ。お前の運命はすでに俺に握られた。それをなす一家の禁術、それがダミだ。サスケ、俺から離れるな。まるでデジャブだね。もう見飽きたよ。
お前の運命はすでに俺に握られた。それをなす内葉の禁術、それがイザナミだ。サスケ、俺から離れるな。何なんだこれは。お前は俺の道術にはまった。そんなバカな、僕は完璧なはずだ。そんな僕が。わからないのか、お前は決して完璧ではない。うちはいたち！奴はこのループから逃れることはできない。運命を決める術、これがイザナミだ。俺の道にもようやく終わりが見えた。父さん、母さん、あの時たもとを分かった道も、これで牛、猿、トラ、タツ、イ、これ以上は俺のつくよみでも反応しない。怪術の因はこれで全部ということか。無限に続くループ、それがイザナミ。一体いつ仕掛けたんだ。カブトが最初にお前の刀で俺を攻撃した時だ。あの時か。ループにはまったカブトは身動きが取れない。そして俺のつくよみで江戸転生の怪術法を聞き出した今、あとはカブトを操り江戸転生を解除すれば、転生の死人はすべて消え、戦争も終わりの時が近づく。なら兄さん、あんたも。俺はこの葉隠れの内杯たちとして、もう一度忍び里を守ることができる。もうこの世界に未練はない。なぜだ！兄さんにあんなことをさせた木ノ葉のために、なんでまた兄さんが。兄さんが許せても俺が木ノ葉を許せない。この世に未練がないだと、俺をこんな風にさせたのは兄さんなんだぞ。お前を変えられるのはもう俺じゃない。だからせめてこの術を止めることが今の俺にできること。ナルトに託したことをないがしろにしないためにもな。つくよみ。もう何を言っても無駄なようだな。あんたといると昔を思い出す。兄を慕っていた幼い日の気持ちをな。だからこそなんだ、昔のような仲の良かった俺たち兄弟に近づけば近づくほど、あんたを理解すれば理解するほど、あんたを苦しめた木ノ葉の里への憎しみが膨れ上がってくる。前にも増してどんどんそれが強くなる。あんたが俺にどうして欲しいのかは分かってるつもりだ。あんたは
俺の兄だからこそ俺を否定するだろう。でも俺もあんたの弟だからこそあんたが何を言おうと止まらない。ここで兄さんが里を守ろうとも、俺は必ず里を潰す。さよならだ。兄さん。まだ間に合う。サスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が母を、内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。これで最後だ。本当に。ありがとう、サスケ。お前の兄として生きることができて、俺は。幸せだったよ。